山田十地区明治34年8月26日は、江戸時代末期から、明治時代の儒学者、漢学者、教育者。縄広市、字は洋吉。豪の、重地区は、広島城郭内の自宅に十数本の竹が植えられていたことによる。墓は、広島市の七三郷道墓地。天保四年十二月九日、広島藩市。 山田三太の長男として生まれる。広島藩公学問所に入り、11歳で、堺小山に、13歳で、金子下山に指示する。官営元年で学問職投資に就任し三人ぶとなる。官営四年学問所教授に就任。文営三年広島藩主、浅野持長が、後部合体の協議のため京都で、諸藩主と会合を開くにあたり、失政 辻正とに同伴しこれを補佐。文久三年判明により、長州藩に赴き、8月18日の政変により、朝廷を割れていた三条耳と面会、関係悪化する幕府と長州との仲介を依頼される。慶応二年判明を受け、江戸藩邸の学校を監督し、藩の洋学生五十名を率いて、江戸に留学させる。明治四年広島第一期に際して、 藩主浅野長君の命を受け民衆の節油に回る。明治4年広島県発の新聞である日中雑記を創刊、小高刈り元貝を助手として編集にあたる。明治6年日本史略を出版。明治7年上京し海軍兵学校の教官に就任。また、麻布の河前房に指示校を開き旧広島藩出身の指定を教育。この当時の門弟には、 下瀬宮美城などがいる。明治8年、暗証地類を出版。明治12年、明治小学を出版。明治13年級広島藩出身者で共同出資指教芸者を設立。明治14年級広島藩主浅野長君が、広島藩工学問書の流れを組む私立朝浅野学校を修道学校と改名するに伴い、校長として招聘される。 明治20年修道学校を自宅敷地内に移し、海軍兵学校予備課、陸軍士官学校予備課などを併設。明治34年死去。の十六位。ありがとうございます。